ます。弾けたんですね。少々幼少時の頃に完璧に弾けるなこれ。始まりの村から出てない勇者ワンフィンガーだ。ワンフィンガーでしたのね。なんかさ、先生がさ合唱コンのなんか伴奏できる人探してるとか言ったんだけど、うちのクラスピアノ弾ける人いんのかな。いないよね、多分ね。どうすんだろ、マジで。あ、じゃ あ, 僕ちょっとだけなら弾きます。え、キュウ君ピアノ弾けんの。あ、ちょっとだけだ。え、ちょっと弾いてみてよ。あ、じゃあいいですか。うん。え、マジ超ギャップなんだけど。キュウ君めっちゃかっこいいギャップなんだけど。すごいすごいすごい、ピアノ弾けんの。キュウ君やばくない。もしあの香水を使ったことがないよとか、香水にはちょっと私は無縁だわっていう方がいらっしゃったら、どうか香水を使うきっかけになってくれる。この動画が香水を使い始めるきっかけになっていただければ幸いだなと思って、この動画を撮ることを決めました。もうすごい量があるんです、本当に。この中から私のスターティングメンバーを今回はご紹介していきたらと。ブブ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 ブすいません。何だったんだろう、あの夢は。ちなみにこの笛はお母さんから私がもらったんですけど、鍵とかにつけときなさいって言って、 なんだ防犯っていうか、まあなんかこう不審者的なものに襲われた時とか、まあ、例えば災害にあった時、災害にあって声が出せないけど助けを呼びたい時とかに、これがマジでお前の命を救うから持っとけっておかんに託されたんですけど、うん、まあ、もうちょい音出て人を助けるのならばね。あ、出た。あ、こうやってやるの。その元気があるのかっていうことだよね。その不審者になんかされてやばいやばいやばいみたいな。うちの鍵がこれなの。エンキー、このカラビナを使ってて、でもこれにつけるってことやん。これいつも私あのこうここら辺つけてんの。だから不審者に襲われましたの時、やーもうネックレスとしてこうかけとくしかないんだろうね、多分。こうしてこうみたいなタイムロスがあるんで、ネックレスにするとこの状態ですよ。この状態で歩いてたら、やーでも遅い、でも遅い。うん、まあもう、まあ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 、なんか逃げつつみたいな感じだろうね。逃げながらこうっていうことなんだろう。まあ、不審者だったら声出すけどね、わーの方が早いもんね。楽器がかぶっちゃダメよゲームっていうのが出てきました。言うの、言い続ける。違う、あのビートは好きにして、うん、でがビートだとしたら、その「ででででで」が流れてる間、楽器をやる。でで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 
これ結構マニアックだけどね。でもさ、でもさ、これあるじゃん、うん、いや、これサックスだからとかさ、クラリネットだからとかいうのはありま、うわ、まあまあまあ。でも、クラリネットはこうじゃん、こうじゃん、うん、でサックスになるとこうなるからちょっとこうなるから、それはなるほどね、厳しい審査がありますよ。こういうのでもね、あ、そう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 、トランボーンだったらこうでしょ、あ、トロンボーンね、トランボーンっていうゲームができました。やりますか？誰やらない。違う、それも決めていい。あ、じゃあ好きななんかビートなんだったらいいな。じゃあ先行がビート決めれるようにしよう。それにやっていく。ああ、じゃあ先行はソロでいいの。急にソロで始まって、それに乗ってって。では、私が選んだビートは、トゥルルッテ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 ーです。オッケー。せーの。トゥルルッテ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 ー、トゥルルッテ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 ー。あ、でも、うちエレキだけど。です。ジローセーフだ。これ良くない？トゥルルッテ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 ッ、どんどん変えていかなきゃ。早くなんのやめよ。じゃあすぐか。トゥルルッテ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 ッ。煽り合う。絶対そのペースはかき乱さないっていうルールね。はっきり。うん。となんか変ななんか自信なんだ。お客さんがちゃんと見てると。とちゃんとライブライブだね。じゃあ最後の曲は。トゥルルッテッテッテ。ふさわしくな。じゃあいくよ、うん、ビート今ので一回ゲーム終わってるから変えてもいい、オッケー、ボボンボでしょ、いいよ、ボボンボボン、オッケー、じゃあ最後の曲はボンボン、それだけでください、平成フラミンゴでボンボン、ボボンボボボンボ、え、なんで、え、ボボンボじゃん、え、その次はボボンボボボンボでしょ、2回にしよう、早すぎる、ボボンボボボンボで、ボボン、そうそう、2ターン、2ターン、じゃあもう一回、ボボで、せーの、ボボンボ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 、何キーボード赤いエレクトーンみたいな、上下上下あるやつあるやん、エレクトーンよ、どっちがジャッジするの、だからかぶったら、うん、分かんない、バットバット、うん、かぶったら、あ、どのぐらい続けられるか、あー、オッケー、でも10回とか超えたら相当すごい、気づかないんだよな、自分の演奏に夢中になっちゃって、あ、そうですよ、だからそれはちゃんと前見なきゃ、オッケーオッケー、みんなとちゃんと息合ってるかっていう、あ、なるほど、バンドとしての的に、今のはやっぱりゆっくりすぎる、2小節使っちゃうともう余裕やん、次の楽器考える余裕があるから、それ余裕があっちゃうと多分いつまでも続くから、じゃあバラスティン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 ってじゃあバラスティン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 、オッケー、じゃあ最後の曲紹介頼む、オッケー、今日はみんな最後までありがとうございました。次で最後の曲になるんですけど、この曲はね、みんなで、なんつうんだろう、みんなが集まった時に、おい、たくや、まあたくやが作詞した曲なんですけど、俺らにとってもね、思い出のある曲で、この曲で締めたいと思います。聴いてください、バラティスカ、バラティスカ、バラティカ、違う、え、なんだっけ、何だっけ、前振り長すぎた、バラスティン、バラスティン、バラスティンか、バラスティンか、じゃあそれでは聞いてくださいからね、オッケー、それでは聞いてください、バラスティン、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、バラスティン、バラスティン、え、ダメ、チリンチリントライアングル、トライアングル、ごめんごめん、よかった、出した、出した、じゃあもう一回トライアングルからや、もう一回トライアングル、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、バラスティン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 、ごめん、もう一回、ごめん、ごめん、ごめん、せーの、バラスティン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 、何わかるね、ちょっと、なんで、なんで、ねえ、やめて、止まんの、やめて、最悪、もう、基本のガキな文句はない、文句はない、ちゃんと、これ何でしたけど、せーの、バラスティン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 、バランス、何変わったよ、最初の最初カスタネット、あ、カスタネット、カスタネット、あ、ごめんごめんねえ、あ、もう最初、ね、あ、ごめんごめん、聞いちゃうんだな、動きが、もう一回、オッケー、せーの、バラスティン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 、いつかの時代で、でも上手だよ、おもろいね、学校でやってほしいです、好きなビートでいいんで、
あ、確かに。悲しい系とかでもいい、うん、やりづらくなるから難易度上がるじゃん。あ、確かに。あー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 じゃあ最後それね、うん、あのちょっとしんみり系バラード、うん、やっぱ悲しいビートダメだよ。悲しいビートダメだよ、うん、やりづらい、やりづらいよね。